皆さんこんにちはフルスタックチャンネルです今回は t3 スタックを使用して画像生成アプリを構築していきます t3 スタックの入門シリーズで培った認証ブログコメントサブスクシステムの知識に基づき新たなる境地へと踏み出しますオープン ai 新機能のダリスリーと gpt 4ビジョンを組み込むことにより単なる画像を超えた 高度なな解析と創造的なビジュアルをを生み出す能力を持ったアプリを開発しますユーザーがアップロードした画像から GPT4 ビジョンが内容を精密に把握しダリスリ3がそれをもとに新しい画像を作り出しますこの直感的で効率的なプロセスによりユーザーは詳細な指示を出すことなく理想の画像を生成することができます T3 スタックを使用した画像生成アプリ構築に興味がある方は是非参考にしてくださいそれでは 始めていきましょう今回のチュートリアルは T3 スタック入門シリーズをベースに実装していきます T3 スタック入門シリーズでは4章に分かれていて認証システム、ブログシステム、コメントシステム、サブスクシステムを構築しています認証システムの基本からサブスクシステムの実装まで T3 スタックの基本的な機能を網羅しています まだ T3 スタック入門シリーズを実施していない方は、こちらの動画を参考に実装してください。本講座は、すでにコーディングしたチャットとメッセージ機能のみを紹介していきます。認証、アカウント設定、サブスクリプション機能は触れていませんので、入門シリーズをご参考ください。プリズマを使用してデータベースを構築していきます。ユーザーモデルに画像生成回数のカウントを追加します。 チャットモデルとメッセージモデルを追加します。チャットを作成する機能を実装していきます。チャット作成コンポーネントを作成します。TRPC のクリエイトチャットを使用して、チャットを作成します。 チャットの作成に成功したら、ダイアログを閉じて、チャット詳細ページに遷移します。チャット用のルーターに、チャット作成 API を追加します。チャットの作成は、認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。ユーザー ID とチャット名で、新規にチャットを作成します。作成ボタンをクリックすると、クリエイトチャットでチャットを作成します。チャットの作成は、 ShadowCN のダイアログコンポーネントを使用して表示をしています。チャットを削除する機能を実装していきます。サイドナビゲーションのアイテムコンポーネントを作成します。チャットの削除ボタンをクリックすると、TRPC の delete チャットを使用して、チャットを削除します。チャットの削除に成功したら、トップページに遷移します。チャット用のルーターに、チャット削除 API を追加します。チャットの削除は認証が必要なので、 プライベートプロシージャーを使用しますチャット情報を取得してチャットの作成者とログインユーザーを比較しますチャット情報が見つからない場合とチャットの作成者とログインユーザーが異なる場合はエラーを出力しますチャットに紐づく画像を削除します画像の URL から画像のパブリック ID を取得して Delete Cloud Image 関数で画像を削除しますデータベースからチャットを削除します チャットの詳細ページを開いている場合、チャット編集と削除ボタンを表示します。ShadowCN のポップオーバーコンポーネントを使用しています。チャット名を編集する機能を実装していきます。チャット編集コンポーネントを作成します。チャットの編集ボタンをクリックすると、TRPC のエディットチャットを使用して、チャット名を編集します。チャット名の編集に成功したら、リフレッシュをして、 ダイアログとポップオーバーを閉じて、フォームをリセットします。チャット用のルーターにチャット編集 API を追加します。チャットの編集は認証が必要なので、プライベートプロシージャーを使用します。チャット情報を取得して、チャットの作成者とログインユーザーを比較します。チャット情報が見つからない場合と、チャットの作成者とログインユーザーが異なる場合は、エラーを出力します。 チャット名を編集します変更ボタンをクリックするとエディットチャットでチャット名を変更しますチャット名の編集も ShadowCN のダイアログコンポーネントを使用して表示をしています今回はルートグループを使用して機能ごとにグループ分けをしていますルートグループは URL パスに影響を与えずにファイルを整理する機能になりますルートグループを使うことで ファイル構造は整理され、URL はシンプルで分かりやすいままに保たれます。大規模なプロジェクトで、機能ごとにファイルを整理したい場合などに便利です。レイアウトファイルは、ルートグループの中に置くことができるので、レイアウトファイルを機能ごとに分けることもできます。新規メッセージ機能を実装していきます。新規メッセージコンポーネントを作成します。画像とプロンプトを入力して、送信できるようにします。 送信ボタンをクリックすると TRPC のクリエイトユーザーメッセージを使用してユーザーメッセージを作成しますチャット用のルーターに新規ユーザーメッセージ API を追加します新規ユーザーメッセージは認証が必要なのでプライベートプロシージャーを使用しますゲットサブスクリプションでサブスクリプションの有効判定を行います画像生成回数が最大回数に達していて サブスクリプションに登録していない場合は、エラーを表示します。画像を送信した場合は、クラウディナリーに画像をアップロードして、URL を取得します。ユーザーメッセージを作成します。画像生成回数を更新します。ユーザーメッセージの作成に成功したら、チャット GPT にメッセージを送信します。トーストでメッセージを表示して、フォームをリセットしてリフレッシュします。 画像生成回数に制限があるので、画像生成回数が上限に達した場合は、アップグレードを促すモーダルを表示します。すでに有料会員の場合は、画像生成回数に制限がないので、モーダルが表示されることはありません。TRPC の Create Chat GPT Message を使用して、Chat GPT にメッセージを送信します。チャット用のルーターに、新規 Chat GPT Message API を追加します。 新規チャット GPT メッセージは認証が必要なのでプライベートプロシージャーを使用します GPT4 ビジョンを使用して画像内容の説明を取得します GPT4 ビジョンは OpenAI の新機能で画像の内容を把握することができます画像を見てその中に何が写っているかを認識でき画像に関する質問に対してテキストで回答を提供できます例えば この写真には何匹の犬がいますかと聞くと答えてくれます画像を分析してその内容を詳細に説明することができますしかし全ての画像を完璧に認識できるわけではないので GPT-4 ビジョンを使用する際には制約を考慮に入れる必要がありますモデルには GPT-4 ビジョンプレビューを指定しますメッセージズのイメージ URL にはユーザーが送信した画像データを指定しますテキストには 画像の何を説明してほしいかを指定します。DALI3 を使用して、画像を生成します。DALI3 は、テキストから画像を生成する画像生成モデルです。オープン AI が開発した DALI シリーズの最新バージョンであり、前のシステムよりもはるかに多くの細かいニュアンスと詳細を理解することができます。ユーザーがアイデアを提示すると、内部でチャット GPT がそのアイデアを具体化するための 詳細なプロンプトを自動的に生成し、DALI3 が画像を生成します。モデルには、DALI3 を指定します。プロンプトには、ユーザーが送信したプロンプトと、GPT4Vision で取得した画像の説明を合わせて指定します。サイズには、生成する画像のサイズを指定します。クオリティには、生成する画像の品質を指定します。DALI3 で生成した画像の URL は、1時間後に期限切れになるので、 クラウディナリーに画像をアップロードします。メッセージを作成します。送信ボタンをクリックすると、クリエイトユーザーメッセージでユーザーメッセージを作成します。画像をアップロードすると、ファイルサイズのチェックを行い、ベース64形式でイメージアップロードに設定します。 メッセージ取得機能を実装していきますチャット詳細ページで TRPC のゲットメッセージ図をコールしてメッセージ一覧を取得しますチャット用のルーターにメッセージ一覧取得 API を追加しますメッセージ一覧の取得は認証が必要なのでプライベートプロシージャーを使用しますメッセージ一覧を取得します取得したメッセージ一覧を マップでループして、メッセージアイテムコンポーネントに渡して、メッセージを表示します。メッセージアイテムコンポーネントを作成します。取得したメッセージを、ユーザーとチャット GPT のメッセージで分けて表示します。以上で、T3 スタックを使用した画像生成アプリの構築は終了です。T3 スタック入門シリーズをベースにしているので、ログイン、パスワード再設定、 新規登録の認証機能が実装されています。アカウント設定で、アバター画像、名前、自己紹介を変更することができます。パスワード変更や定期購入の管理も可能です。 新しいチャットを作成してみましょう。画像を添付せずに、プロンプトのみでも画像を生成できるようにしています。クラゲの画像が生成されました。 画像右上のアイコンをクリックすると、画像を生成した時のプロンプトを確認することができます。左上のアイコンをクリックすると、画像をダウンロードできるようになっています。画像生成回数が一つ増えています。次は、イラストを生成してみましょう。イラスト画像を添付して、プロンプトを入力して画像を生成してみます。 テンプ画像を参考にガッツポーズをしているイラストが生成されました別のイラストを生成してみますギターを弾いているイラストが生成されました服の色やポーズなど細かい指定をせずにイラストを生成することができています次は 子供の絵のイラストを生成してみましょう。チャット GPT が画像を読み取り、同じ構図で子供の絵のイラストを生成してくれました。ロゴも生成してみましょう。どのようなロゴにしたいか、イメージをチャット GPT に送信するだけで、簡単にロゴを作成することができます。 画像生成回数が上限に達したので、アップグレードを促すモーダルが表示がされるか確認していきます。アップグレードを促すモーダルが表示されました。アップグレードボタンをクリックすると、有料プランが表示されます。クレジットカード情報を入力して、決済をします。お支払いが成功しました。これで、画像生成回数が無制限になりました。 風景イラストを生成してみましょう。ほぼ同じ構図で風景イラストが生成されました。チャット名の変更やチャットの削除もできます。 アカウント管理の定期購入でサブスクリプションの管理ができます。プランをキャンセルしたり、お支払い方法を変更したりすることができます。ダリスリーと GPT4 ビジョンという最新技術を使った画像生成アプリを構築しました。この講座で画像内容を読み取り 新しいビジュアルを生み出す技術を学習しました。学んだスキルを活かして、あなたの創造的なアイデアを実現しましょう。本講座のソースコードは、全の購入者限定でダウンロードできるようになっています。他の講座のソースコードは、LINE で簡単にダウンロードできます。最新情報も届きますので、ぜひお友達登録をお願いします。チュートリアルは全でも解説していますので、参考にしてください。概要欄に貼り付けておきます。 Q&A サイトを公開しましたので、講座の不明点や個人開発の疑問点など、何でもご質問ください。会員登録しておくと、新着の講座情報が届きます。もし参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。